山下智久さんがジャニーズを退所することになりました。今回は山下智久さんの経歴について調べてみました。本名山下智久、生年月日1985年4月9日、出身地千葉県船橋市、身長174センチメートル、血液型 A 型、学歴明治大学商学部。山下さんの両親は若い頃に離婚し、母親はシングルマザーとして山下さんを育てました。また2歳年下の妹と祖父母がいます。母親の離婚前は青木智久田だったそうです。松戸市立花形中学校に通い、中学2年生の時に船橋市立高根台中学校に転校。その後堀越学園高校のトレイトコースで高校に進学して、大学は明治大学商学部に進学し、しっかり卒業しました。山下さんがジャニーズに憧れたきっかけは、1996年にテレビドラマ木曜の怪談に出演していた滝沢秀明さんでした。その後すぐに母親に頼み込んで、自らの意思でジャニーズ事務所に履歴書を送ってもらい、1996年9月6日に入所しました。今でこそ大人気のアーティストですが、入所してすぐはあまり仕事を与えられなかったそうです。ジャニーズジュニアとして初めてテレビ番組に出演することになった時は、嬉しさのあまり学校で喜びすぎて骨折してしまったエピソードもあります。さらに医師からの中止命令にもかかわらず、ギプスをしたまま収録に参加すると、その熱意が振付師の目に留まり、徐々に活動の幅を広げていった。ジュニアの中で圧倒的な人気を誇っている。国民的グループキンキキッズのバックダンサーとして活動していくと、そのダンスの実力で注目を集めているようになります。現在は俳優として活躍している生田斗真さんと同期で、2002年には長谷川純さん、風間俊介さんの4人でフォートップスを結成。ジャニーズジュニアで初代リーダーを務め、憧れだった滝沢秀明さんに気に入られ、グループの2代目リーダーを担当し、知名度が一気に上がりました。ちなみに、愛称のヤマピーと名付けたのは滝沢秀明さんです。2005年11月、山下さんは、カトゥーンの亀梨和也さんと期間限定ユニット修二とアキラを結成し、シングル青春アミーゴをリリースします。ドラマの主題歌とあって大ヒット曲となります。翌年5月シングルライテセニョリータでソロデビュー。ソロでも人気を獲得すると、2009年に横浜アリーナで初の単独コンサートを開催。2011年10月、ソロ活動に専念するためにニュースを脱退することを発表しました。グループ脱退から約1年後の2012年11月、元スマップの香取慎吾さんと期間限定ユニットザ・モンスターズを結成し、シングルモンスターをリリース。その後、初のベストアルバムヤマピーをリリースしますが、ソロ活動をやめて俳優業に専念することを発表します。俳優業に専念していた期間中も、亀梨さんと再びスペシャルユニット亀とヤマピーを結成し、シングル背中越しのチャンスをリリースするなど音楽に携わっていました。2018年7月にはソロアーティストとしての活動を本格的に再開することを発表し、同年11月には5枚目のアルバム「アンリッシュド」をリリースしました。山下さんが大学に進学したきっかけは、山下さんは一般入試で明治大学に入学しました。
芸能活動に集中するために大学進学を諦める芸能人が多い中、山下さんはすでにメジャーデビューしているにもかかわらず大学に通います。2019年にバラエティ番組桜井有吉座夜会に出演した際、同じくジャニーズ事務所の桜井翔さんが慶応義塾大学に進学して将来に備えていることに感銘を受けたと語っていました。必修科目が多い2年生までは毎日大学に通い、目立たないように教室の一番奥に座っていて、食堂には一度も行かなかったそうです。1年後輩は北川景子さんで、二人が一緒にいる姿が目撃されていることから、彼女ではないかと噂されていました。山下さんは、真面目な大学生だったにもかかわらず、仕事のスケジュールがどうしても合わず、6単位足りずに4年間で卒業することができず、半年間留年してしまいました。惜しくも、桜井翔さんと同様に現役卒業はできませんでしたが、忙しい仕事の中、卒業したことは素晴らしいことですね。大学では商学を専攻していましたが、英語もたくさん勉強しました。英語の勉強方法は？山下さんは2017年2月10日にアンジェリーナ・ジョリーさんにインタビューした際に、通訳なしで流暢な英語で会話をしていました。留学していないのにペラペラ話していました。その背景には、彼は高校の英語の成績が2だったため、大学に入ってから一生懸命勉強したそうです。そのおかげでわずか数年で自然に英語を操るところまでできるようになりました。山下さんが実践した勉強法は以下の3つです。ネイティブスピーカーと知り合いになり、積極的に話しかけたり、メールをしたりする。参考書を2冊買って、1冊は持ち歩き、1冊は出発前に家に帰ってから1ページ開いて勉強する。自分で単語帳を作って持ち歩き、1日1単語を覚える。いつも使うような状況を継続していたのですね。本当に素晴らしいです。残念ながら、今回退所となりましたが、今後も活躍してくれることを期待します。